ナおヤに関してだけは、なんかね、今までの、その、いろんな、いや、できねえだろって言われるものを、その、100点どころか200点ぐらいでクリアしてきてるから、<laughs> いや、本当に、ノーマルなこう予想がね、当てはまらないんじゃないかなっていうのは、正直ある。うんうん、でも、 やっぱりね、客観的に考えてみて、さっき言ったように体格差。やっぱボクシングってね、まあ、あのー、階級に分けられている。そう。よくみんな言うんですよ。いや、ナウヤだったらあんまり階級関係ないと。はいはい、でも俺はそういう人にこうやって言ってます。じゃあね、井上ナウヤがじゃあスーパー強いとしましょう。はい、タイソン・フィューリーに勝てると思いますかって聞くとみんな、いやいや。<laughs> そりゃヘビー級だから無理だよって言うんです。はい、みんなこれは絶対にそう言うと思う。うん、でもじゃあ考えてみてくれ。バンタムからヘビー級にかけてそんだけの差があるわけですよ。うん、ということは、バンタムからヘビーにかけてこんだけ差があるということは、ね、バンタムからスーパーバンタムに対してちょっと、はい、スーパーバンタムからフェザーに対してちょっと、うん、フェザーからスーパーフェザーに対してちょっと、このちょっとの積み重ねが大きくなるから、 ヘビー級になるわけで。はい、ですよね。ということは、やっぱり、バンタムからスーパーバンタムになったら、必ずその差というか、影響は絶対に出てくると思う。うん。うん